J リーガー1分紹介。はい、どうもいいです。今回紹介するのは、サガン鳥栖に完成移籍した岩崎優斗選手です。岩崎選手は中学卒業時に複数の J リーグクラブから優勝の入団のオファーを受けていたが、京都立花高校に進学しました。1年目からレギュラーとして出場し、全国大会では優秀選手に選ばれました。その後、京都サンガに加入すると発表され、迎えた3年の時の全国大会では1回戦で敗れてしまったものの優秀選手に選ばれました。高校卒業後は京都サンガに加入し、1年目から主にサイドハーフとして起用され、35試合に出場しました。その後、コンサドーレ札幌に移籍し、初めて J1 のピッチに立ったものの、目立った活躍を見せることができず、翌年は湘南ベルマーレ、その翌年はジェフユナイテッド千葉へとレンタル移籍することになりました。そして2021年の8月にサガンとしてレンタル移籍します。1年目はセンターフォワードとしてリーグ戦13試合に出場し、2年目にはフォワードではなくウィングバックにコンバートされ、32試合に出場しスタメンに定着、 E1 選手権で A 代表デビューすることに成長しました。そして2023年からはサガンとしてに完全移籍することが発表されました。そんな岩崎優斗選手の特徴はスピード推進力ある選手で、それに加えて豊富な運動量で献身的な守備もできる選手です。そんな岩崎選手の今後の活躍に注目です。以上。